秋の褒章は、さまざまな分野で功績があった人を国が表彰するもので、県関係者からは16人が選ばれました。このうち、一つの仕事に長年取り組み、模範となる技術を持つ人に贈られる王寿宝鐘には、50年にわたって美術刀剣の外装に使われる金具の製作を続けている白金金工師、羽川康夫さん80歳ら、 10人が選ばれました、また公共事業や社会福祉に尽力した人に贈られる乱綬報奨には、宮城被害者支援センターの犯罪被害相談人横橋佳子さん76歳ら6人が選ばれました受報奨を受賞した。 多賀城市の白金金鉱士、羽川康夫さん、80歳です,す羽川さんが作っているのは模様を描いた刀のツバ美術品として人気がありますが1枚を完成させるまで数ヶ月かかり繊細な技術が必要です木彫ってね、さらに毛が今やってるやつね手で調整しながら それで昔の味を出しながらやっていくわけですよね若い時から刀や鉄砲に興味があった羽川さん白金金工師の研修会に参加したのをきっかけに29歳の時職人の道へ以来50年にわたり独学で技術を磨き去年 現代の名工にも選ばれました道具はどのような道具を使っているかっていうことを見るわけですからここにある道具ってうのはほとんどこれ自分で作っている道具なんですよみんな難しい <laughs> だからその難しいのを突破するのがスリルがあるわけ一方で心配もあるといいます東証刀を作る人は結構いるけどもね この白金る人は少ないねやっぱり、ね、投資者はね、あの少ないんだから、やっぱり、若手の育成に取り組みながら、伝統文化を後世に伝えていきたいと考えています常にやっぱり、体を大事にしてね、これが一番だね、まだやり足りないってわけね。 まだまだいい仕事を残したいですよね。